中日ドラゴンズのファースト層が厚すぎる。石川は何二分で遊んでんねん。この石川ってのあげたらいいじゃん。中地は代打の切り札やろ。石川昂弥は先般の一人やな。来て立てたなかん立場やろが、言うて石川は4試合で帰ってくるやろ。血な代わりに中田が上がってくる。リカーソン入らんかった。なんで君一軍にしばらくいたの。中島も確率的にそろそろ打つんじゃないか。この8連戦を2勝6敗にしてしまったのが今季の天王山やね。広島阪神に勝てるのにヤクルトに負ける。どんぐり多すぎてスタメン固定できないのが弱い理由やな。福永はサードで、もうシーズン終わるまでサードでフルで使えよう。福永こないだ外野守備の練習してたからレフトスタメンあるかもな。ファーストだけで9人集めようや。このビシエドってのが育成の助っ人で、今1軍にいるロドリゲスとかいうのが日本人枠になったが偉人やろ。物ごつかずよし、物ごつかずよし、物ごつかずよし、物ごつかずよし。立浪は悪いところは水に良いところだけ見てるんだよな。良いところっていうのはつまりキャリアハイなわけで、そうすると中地と翔さんが1軍なのは当たり前や。ご視聴ありがとうございました。